や、やれ。猫はダメでも子供はいいんだ。うるせえ、好きで拾ってきたわけじゃねえ。ったく、何なんだよこのガキは。マジかよ。よし、じゃあ行くか。うん、ミリも行く。パパと一緒にお出かけする。どうするのこれ。任せとけって。さあ、好きなだけ食っていいぞ。やったー。これだけあれば今度はおとなしくしてるだろう。餌で釣るとかペットの留守番みたいだな。妙だよ、留守番。おい、ね、もう少しそっち詰めろよ。おいって、ね、寝たの？誰と来たんだ？一人で。どうやって？いっぱい歩いて電車乗った。お、どこの駅だ？わかんない。どんな電車？わかんない。家の住所は？ジュース飲みたい。おはようございます。あ、ミリちゃん、かわいいお洋服似合ってるね。作戦失敗だ。逃げるぞ。すばしっこい陽動に振り回されてるだけで。あ、なるほど、その手があるか。かくれんぼ終わり。ねえねえ、うん、言い訳するんじゃねえ。やめろって。おいおい、よせって。大丈夫か、あんたも。私の男に何すんだ。ミリちゃん。ん？で、ベタベタじゃん。きったな。お前も変わんねえよ。なあ、お前どこから来たの？ごめんごめん。食ってからでいいぞ。町の掃除屋というか。お忙しいんですか？ええ、おかげさまで。今は開店休業中だけど。うせえ。おいおい、最初からこうすればよかった。ドロシーちゃん。やだやだ、イブなのに一人。今日は来てくれないの？この前すったばっかだからな。つまんない。一緒に遊ぼう。たっく。あれ、あれ、各百貨店は様々な催しを開催しています。総務省によりますと。ほら出てこい。
この子はあなたの子です。あの時あなたがお腹の子供ごと私を捨てたことを今でも恨んでいます。この子はあなたが育ててください。奥さんにバラされたくなかったらこれまでの養育費と慰謝料を支払ってください。愛人の子ってことか。やべ、正規相手殺しちゃったよ。この封筒に書類が一式入ってるので、あと親御さんの勤務が証明できる書類、できたら会社の方でハンコをしてもらって勤務実態が分かるものを用意してください。自営業の場合は確定申告の書類とか必要なものが違うのでちょっと面倒なんですけど。うわー、書類とかめんどくせー。裏稼業に家庭状況だの就労証明だの書けるわけねえだろうが。お前のせいで計画が台無しだ。ごめんなさい。死んじまったらどうすんだ。心配させんじゃねえ。分かったか。分かった、パパ。なあ、それと二度と外で俺のことをパパって呼ぶな。いいな。はい、パパ。うん、分かってね。パパ。いいか、アミリー、頼むからしばらくおとなしくしててくれよ。うん。すみません、子供がいるんです。通してください。お願いします、娘を先に。お願いします、パパ。ママ今頃どうしてるかな。え、なんだ急に。寂しくなってないかな。おい、ミリおい、こら、かくれんぼだよ。まだ食ってる最中だろ。上までぎっしり、しかも激安。おもちゃいっぱい。楽園か。紐付きタオルだと。もっと早く知ってりゃ。しかもどれでも。サンキュパ。かわいい。たく、めんどくせえガキだな。誰がへなってきた。だからなんとかするって。うん。うんさあ、今日はもう寝るぞ。うん。おパパ、一緒に寝よう。え、レイパパとみんなで。は、いや、落ち着かないし。話せっておい。やだやだやだ、みんなで一緒に寝るな。しばらく目をつぶって、ここの隅で。着いた、パパ。嘘だろ。動くな。今のは何だ。ああ。こいつがガキ。なわけあるか。カジキパパとヘイパパはね、ずっと一緒にいて仲良し。自慢のパパなのね。先生、パパたちは悪いお仕事とかしてないよ。え、本当だよ。悪いお仕事？いやいや、違います、普通の仕事ですよ。見た見た、止まれって。くそ、裏切ちゃまる。待て、ミリおい、なんだってやろ。いや、鬼ごっこじゃねえか。風呂入れて、トイレの世話して、健康チェックして。元いたところに返してくるぞ。じゃねえ、どこで拾ってきたか教えろ。居候、引きこもり。入れない。なんで？もういっぱい？なんで？役所に行けって。なんで？意味がわかんねえ。なんで保育園行くのにお役所に行かなきゃならねえんだ。で、どうすんのあれ？保育園行く。会いたかった。パパ大好き。
先に行く。ああ。ねえパパ。ん？これ違う。あ？ママのハンバーグと違う。分かってくれるかミリー。そうだよ、 A5 ランクのミンチ肉にナツメグを使って肉汁たっぷり、俺のこだわりの手作りハンバーグ。ママの方が美味しい。そんなこと言うなんて珍しい。そうか。はい、うん、お団子どうぞ。食べて。食えるわけ。お前、人前ではパパって言うなって。誰もいないよ。あの先生、お弁当はどこに。え、すごっ、パパが作ってくれた。まあこれくらい普通です。料理だけは得意なんで。あの保育園は給食なんですよ。え、ごめんねミリちゃん、お弁当はパパに持って帰ってもらおうね。徹夜したのに。お前は寝てたな。